はい、中さん、2週間のトレーニングコースに参加しています。ハンデキャップ8で68歳です。はい、今回気づいたこと、ですね、今まで打ち方はですね、手を伸ばして打ってきました。こうやって打ってきました。で、ここへ来て気づいたのは、そんなに頑張らなくていい、両肘を脇腹につけて回ればいい。低いですね。素晴らしいですね。これに気づかせていただきました。いいですか。 両肘をくっつけて、これだけでいいんです。こんな簡単なスイングないです。両肘を脇腹につけて回ります。あとは起きればいいんです。起きて立ち上がればいいです。おお、どうでしょうか。以上です。手を思いっきり使って打ってました。返してたんですね。手を返してました。思いっきり返せば返すほど飛ぶと思ってました。はい、クラブはどんな感じで振るんですか。はい、クラブはどんな感じで振るんですか。じゃあ叩くからどんな感じになったんでしょう。叩きつけるよりも滑らして丸く回ります。体を小さく回しますですけど、ボールの下をくぐり抜けるそうな気もするんですけど、これで大丈夫、当たります。ほんと素晴らしい球ですよね。全部ストレートです、ボール。だから叩くから回るようになったというのでしょうか。猫背ですよ。ああ、そうです、そうです、そうです。それを気づかせていただいたのは、下から起きてボールの距離を測るよりも、自分で感じたのは、起き上がってからボールにセットして届く位置まで下ろしてきた方が場合は。ナイススイングです。本当平らに回ってますね。取りやすいですね。うん、これで突っ込まなくなりましたもんね。最初の日に気づかせていただいたのは、ボールを小さく回転しながら、回るということがどうしてもできませんでした。突っついてたんです、自分はこう非常に。あ、右手がね、伸びちゃってたね。はいはい、ヘッドが外側通ってましたもんね。で、ボールを全部こういうふうに取ってたんですね。うん、それで気づいたのは、先生は、肘をつけて小さく回れって言ったんですけど、それがどうしてもできなかったので、自分はボールを仮想ここに置きました。手前に。実際のボールは、ここですけど、仮想をここにしました。そうすることで右肘が体にくっつきますよね。うん、くっつきます。で、ここを打つつもりだとちょうどアジャストができて、ここにヒットできるようになりました。はい、それが一番の気づきです。何か気づかれたことありますか。はい、今まではとにかく、突っ込んでましたけれども、はい、トップで、頬を動かさずに左の胸を思いっきり引く、回転するように開くようにしてます。うんうん、そしたら、回転のスピードが上がりました。なるほど、本当だ、すごいよく回転してます。